どうも、宅の井原武雄です。今日もよろしくお願いします。今日はこちらです。ブレンディットスコッチです。ブラックボトルの10年、これにしました。あのですね、ブラックボトルといえば、なんだったっけ、ゴードングラハム社っていうボトラーズだと思うんですけど、が、出しておりますブレンディットスコッチウイスキーですね。ゴードングラハム社で調べてもこのボトルしか出てこないんでよくわかんないんですけど、ブラックボトルといえば昔出されてたのはポットスチール型のボトルで、こちらの時はアイラの7つの蒸留所、アードベック、ラフロイグ、ラガブーリン、カリラ、ボーモア、あとはブナハーブンとブリックラディ、その7つの蒸留所を使って作ったブレンディットウイスキーなんで大変人気があったということなんですけど、リニューアルしてですね、年数表記がなくなってノンエイジになったんですね。その時に、だから今発売されているノンエイジは、レダイグとトバモリ、トバモリ蒸留所ですね、こちらが中心になっているということで、情報がね結構交錯して、一時期はアイラっぽくないアイラブレンディットみたいな、ブログも結構上げてる人がいたりとか、ちょっと情報が交錯してたんですけど、今はっきり分かってて、その現状発売されているブラックボトルのノンエイジはレダイグ、トバモリ中心の、あれですね、ブレンディットスコッチ、もちろん、アイラも入ってるそうなんですけど、大変ライトな酒質いう風に聞いてます。僕はまだ飲んでません。で、なんでこれ買ったかというと、10年が出たんですよ、去年。これがその10年なんですけど、情報ではさっき言ったアイラの7つの蒸留所、これの割合がこの10年は 95% それだと。そして残りの 5% が、レダイブとトバモリっていうことが書いてあったんで、じゃあ飲んでみる価値があるじゃないかと、使われているモルトの割合ですよ、そういうことなんで、ちょっと試しに買ってみました。非常に美味しければ、ノンエイジも買って飲み比べもしてみたいなと思ってるんですけど、情報がね、一応売ってるサイトさんが書いてあったんで嘘だとは思わないんで、アイラっぽさを期待して、飲んでみたいとは思うんですけど、それでアイラの中でも、ブナハーブン蒸留所がこれを作る時の中心になってるようですね。でブナハーブンといえばノンピートなんですけど、これに使われているブナハーブンが、ブナハーブン蒸留所で大体1割ぐらいがヘビリーピーテッドを作ってるんですよ、ブナハーブン。で、そのヘビリーピーテッドの原種をこのブラックボトルには使っているそうです。では早速開けて、飲みます。まずはストレートを入れます。はい、どうでしょう、いい香りがしてますよ、はい、ではストレートハーブ入れました。色合いはアルコール度数は 40% です。はい、700に入っています。お値段は4000円ぐらい、4000円台前半。僕はちょっとこれアウトレットで安かったんですけど、ノンエイジは2000円台前半ですね、っていう感じです。では
香りから。あ、はい、アイラです。でもね、重くない。あ、これはしっかりアイラっぽさが、やっぱりちゃんと 95% アイラおるということは香りの段階で分かりますね。レダイグとマモリ中心とは違います。いただきます。あー、これはアイラのバランスがいいような気がします。香りを嗅いだ段階では薬品とか溶毒法的なものがちょっと足りないのかなと思ったんですけど、飲み口はあります。ただ強くないです。しっかり残ってます。そしてアイラっぽい、あの海藻的なピート感と、キムっぽさがあります。どうでしょうね、ブナハーブンのヘビリーピートとか中心っていうことなんですけど、アイラの中ではそこまでヘビリーじゃないような気がします。いや、アイラの中ではですよこれ結構ヘビーですよ。確かにこれはね、十分アイラを感じられますね。これがレダイグとワモリ中心になってどう変わったかは、あ、これね、ノンエイジ僕買います。うん、ちょうど楽天セール中なんで、何か買おうと思ってたんで、ついでに2000円ぐらいなんで、確かノンエイジ飲み比べもします。これがもともとはレダイグとワモリも入ってなかったと思うんですよ。ボットシール型のボトルだった頃は。で、それがレダイグとワモリ中心になった後に10年っていう年数表記が復活して、またこれが出された。で、レダイグとワモリも若干入ってるけどアイラ中心ということで、ノンピートがトバモリしか入ってないっていうことで、まあピート感はもうがっつりあるんですけど、でもやっぱりアイラ以外が混ざってるというのが少しライトにさせてるのかなっていう気がします。熟成は10年なんでこれ十分だと思います。こなれてると思います。で、ブレンディットなんで飲みやすいですね。ちょっと加水します。加水しました。加水するとアイラっぽさ落ち着きますね。アイラの中でもあんまりピートが強くない感じで作られてる感じはありますね。これはあれですね、ホットシール型の旧ボトル、もう今売ってないでしょうけど飲みたいですね。まあこれはでも、そんなにガツガツアイラではないですけど、十分アイラを感じられると僕は思います。加水ショットでも薄まったな。ストレートの方がよりアイラっぽかったんですけどね。ではちょっとロックも飲みます。はい、ではロックワンショット入れます。あれですね、これでも多分アイラを飲み慣れない人は結構きついなって思うのかな。ボーモアほど優しくはないんですけど、はい、では、ロックをいただきます。あー、ブレンディットだからですね。あー、そっか、ブレンディットモルトの感じで飲んでました。がっつりグレーンが入ってるわけですから、それはアイラっぽさも薄まりますよね。そっかそっか、
なんかアイラっぽさが薄いなと思ったんですけど、まあ、ブレンディットでこれだけだとやっぱりアイラですね。うん、あれです、アイラのシングルモルトから入る時の入門編がボーボアってよく言われますけど、ブレンディットモルト、ブレンディットウイスキーでアイラ中心っていう意味ではこのブラックボトル10年悪くないんじゃないですかね。そこまで臭くないんで、まあでもそれはアイラ好きの僕が言う臭くないんだって十分臭いと思いますけどね。まあちょっとね、僕もバカ舌なんで、しっかりノンエイジと、アイラ中心じゃない方のノンエイジと今度飲み比べをします。これはもう確約します。早速今日買います、ノンエイジ、ブレンディットでね、まあ、ノンエイジ2000円ぐらいなんで全然買いやすい値段ですし、これ結構美味しいんで、アイラ好きな僕としては、これとの飲み比べにちょうどいいと思いますね。はい、ではハイボールを作ります。はい、ではハイボールはワンショット入れます。結構やっぱ人気が、特にあの9ボトルはね人気があったみたいですけど、炭酸はいつものソーダストリーム。今日はねちょっと超強炭酸にしてみました。いつもよりちょっと多めに炭酸入れてます。はい、ではブラックボトル10年のハイボールです。いただきます。はい、炭酸でピート感とスモーキー感がふわっとくるのがアイラっぽさが僕的な感想ですよ。優しくはなってきます。これ多分アイラダメな人はもう全然ダメですね。でもどぎつくない、ブナハーブンのピーテッドモルト中心、ヘビリーピーテッドモルト中心ということで、ね、ブナハーブンのねピーテッドはボトナーズ持ってるんで、そいつとの飲み比べ、まあそれでハイボール、あのスーパーハイボール、その辺も楽しみですね。これは楽しみなボトルを買ったなって感じです。トバモリ蒸留所中心といっても半分はピーテッドなんで、まあでももちろんね、あのさっきも言ったように、グレーンががっつり入るわけで、まあ、通常のねブレンディッドの割合ではグレーンの方が多いわけですから、まああんまりピート感なくなってるんでしょうね、やっぱりあのノンエイジは。まあそれは今度の楽しみに置いとくとして、アイラ好きにはちょうどいい、ちょうどいい感じのハイボールになってます。そうですね、これね僕あのアウトレットでなんかねどこが悪かったのかわかんないんですけど、ラベル不良って書いてあったんですけど、全然、あ、ここがちょっと折り曲がってます、後ろで。これだけで3500円ぐらいで買いました。だからまあ全然コスパいいですねこれ、だから通常買うとね4000円台前半なんですよ。だからまあコスパ的な部分はまあぼちぼちかなって感じかなと思います。ブレンディットなんだね、なんでしょう。ただアイラががっつり中心のブレンディットってなかなかないと思うんで、そういった意味ではアイラ好きには一本持っておいても悪くはないかなと思わせる、ブレンディットウイスキーかなと思いますね。はい、ということで
今日の高めの畑はこちら、ブラックボトル10年、これあれですね、ブレンディッドウイスキーになります。ブレンディッドスコッチです。アイラの7つの蒸留所、を中心に、トワモリ、メダイン、この辺をブレンドして、あとはグレーンでしっかり味を整えて、アイラの香りがそこはかとなく漂う、なかなかに面白いブレンディッドスコッチだと僕は思いました。ストレートの時は、まあ最初だったんだからかもしれないですけど、がっつりアイラだと思ったんですけど、まあ加水してからは結構やっぱりブレンディッドだなっていうのは分かる、アイラっぽさがちょっと薄まってきた感じはありますけど、まあブレンディッドとしてのアイラ入門編、いいんじゃないんでしょうか。まあこれもなんかね、僕おすすめばっかり言ってますけど、おすすめです。美味しかったです。今日は晩酌はこれをちょっとずつ飲みます。はい、ということで匠の畑では毎日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 こんな感じで、もうね、酔っ払ってます。はい、毎日こんな感じでございます。ウイスキー好きの方、一緒に飲みながら見てください。ウイスキーライフを楽しむための、チャンネルになれればいいなと思ってます。いろんなもの飲みます。いろんなことやります。 Facebook、Twitter もやってます。チャンネル登録、フォローよろしくお願いします。はい、ということで今日のオタクの今この辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。